お元気ですか？映画パーソナリティの伊藤さとりです。映画人たちと映画への思いを熱く語らう伊藤さとりのシネマの世界。さあ今回はこちらの作品からです。あなた最近仕事を解雇された？何でも見抜いちゃうんだよこの人。魔女さんって呼ばれてる魔女さん。美しく高貴な上品さを漂わせる女性、白石弥生。魔女と呼ばれる彼女が作る香水の香りと言葉が夢に挫折し、希望を見失った若い女性の背中を押し、華やかな未来へと導いていく。宮武頼江監督のオリジナル脚本で送る黒木瞳主演の話題作魔女の香水が今月スクリーンへ。そこで今回はこちらのお二人がゲストに登場。本日のゲストご紹介します。魔女の香水から黒木瞳さん、宮武頼江監督です。よろしくお願いします。作品の完成もおめでとうございます。あの制作発表の時にお話しされていた、はい、宮武監督と黒木さんがドラマでご一緒していて、はい、でこのね宮武さんの才能ぜひということで黒木さんが映画をという話だったんですけど、はいはい、どんなところに惹かれて。最初にあの NHK のテレビドラマでファーストラブというの監督なさって出演させていただいたんですけども、もちろん小説も素晴らしかったんですけれども、あの映像になった時のその斬新さとか激しさとか、あのまあなんていうの、演出の勢いみたいなものがすごく感じられて、それであのその華奢でいらっしゃるじゃないですかですのにあのすごくなんかこうマグマがこう煮えたぎってっていうかこうお持ちなんですよね。それがなんかこう作品に爆発してるっていうかあの印象を持ちまして、それですごい方だなって思ったのが第一印象です。いやもうめちゃくちゃありがたいというか、もう本当に私も黒木さんにあの初めてお会いした時からというか、その現場からで最後にそのお手紙というかはがきをいただいたというところ、もうずっと感動し続けてて、本当にこの業界に入ってよかったなという。恐縮です。もう本当に一番尊敬する女優さんなので、いやいやもうなんかもう嬉しいです。私も本当に救われた気持ちだったんですよね。黒木さん演じるそのねあの調香師のこう魔女さんの、はい、あのお店もすごい幻想的で、そうですよね、美術がね、うん、本当素晴らしかったです。しかもあのシルバーウィッグもうすごい素敵だったんですけど、はい、あれはどうやって思いつかれてたんですか？もう監督のイメージですね。そうですね最初からもうシルバーでみたいな、はい、オーダーがありましたので、うんはい、もう違和感なくこうイメージ、監督がイメージされているその魔女のそのに近づくにはどのウィッグがいいかなっていうところで、はい、映画見た時にあのいろんなこうタイプの女性が出てくるじゃないですか、はいね、あの愛する人のことを思って、それでこう、ね、夢をこう紡いでいくっていう女性だったりとか、あとはね本当に自分らしく生きるために頑張る女性だったり、あとはやっぱりこうねあの男性から逃れる女性だったりとか、うんうん、その他にもね声を上げる女性も出てくるじゃないですか、うんうん、そういうキャラクター設定っていうのはいつから思い出したというか、あのいろんなモチーフにしてる方、うんまあ、いたりもするんですけど、この映画を作るにあたってこう普段なんかなかなか声を大にして言えないというか、そういう、こう女性の本音の部分みたいなところとか不器用なところだったりとか、なんかそういうのがリアルに出せるようなキャラクター像を作りたいなと思った時に出来上がってきたという。でとりわけその弥生っていうのは、うん、あの実際に、渋谷にあの香水屋さんを営んでた方がいらっしゃったんですけど、まあ、その方からもだいぶヒントを得て作っております。黒木さんは出来上がった作品ご覧になっていかがでしたか？はい、あのね、あの1作目のファーストラブの時の演出とまた違って、うん、すごくなんかねあのこう絹のようななんかこう柔らかい質のいいこうがこうふわーっと漂うような、あのそういうロマンチックでありなんかこう上質なものみたいなものを、だから全く違うものを取りになるところが
面白いなと思いました。いろんなカテゴリーの、ね、作品をお撮りになるんだなと思いました。うん、